ソフトバンク X または X シリーズはソフトバンクモバイルが2010年夏モデルまでに提供していた第3.5世代携帯電話サービスのスマートフォンの故障である。同年秋モデル以降は端末型番法則の変更の影響に伴いソフトバンクスマートフォンと呼ぶことで他の 3G 端末と区別されている。なお、2010年冬モデルより 型番法則が改定されることになったため、型番上、一般の機種と X シリーズの機種は区別できない形となる。このため、新型番で X シリーズに相当する端末はソフトバンクスマートフォンとして従来の X シリーズと区別される形になっている。また、X シリーズとは異なり、ソフトバンクスマートフォンでは利用するユームカードがこれまでのものとは異なる。 使用 OS は Windows Mobile Symbian OSS60、Android に分かれる。厳密には、上述したように、新型版の機種はソフトバンクスマートフォンの扱いとなる。ソフトバンク新機種 IDEOS X3 の発売を取りやめ。ありがとうございます。